あの僕がコロナの時は代わりに桜井がやってくれて、やりました。あれはいい放送でしたよ。ありがとうございます。聞いてました。もう人のもんだと思うと気が楽だよ ね、 ね、いくらねやるそれはそうだな、自分がなんかメインでやるって言ったってさ、そうだよ、ね、でも野球の場合ピンチヒッターは結構責任必要あるよ。だってそんなに大変なことじゃないじゃんこのこのラジオ。だって考えてごらん よ、お前が急に来らんないってやって、俺うちにいたんだからさ、じゃあやるよ。4時からもう行ってたんでしょ。行ってたんだけどね、行ってたのね、うん、まあね。何回目になりますか。でもゲストは相当前だよね。だってこの番組って20年ぐらいやってるんでしょ。20年以上やってるよ。25年近くやってる。27年やってんの。あ、お前じゃ毎週来てんの。毎週来てるよ。ほぼツアーの時はたまに録音もあるけど。定期券買ってる。定期券は買ってない。あ、そう。27年通ったら相当なお金だろう。相当だ、ね、地下鉄で。地下鉄で来てないから大丈夫。ガソリン代はかかってるよ。だよね、うん、結構かかってる。まあでも20年ぐらい来てないんじゃない桜井。多分最初の頃だよね。最初の頃だよね、きっと ね、 ね、うん、で、あのね、結構ね、ここはもうネタバレ、ツアーのネタバレとか、うん、まあ、最近よくテレビとか出てんでね、うん、そういうののいろいろメールいただいてんで、なるほど、それを紹介しながら桜井とね、はい、話していこうと思います。リオさん、はい、TikTok でアルフィーキッチンの動画がアップされてましたが、うん、高見沢さんの行動はガチなのでしょうか、それとも演技なんでしょうか。演技ができる人じゃないでしょう。だってしかもあんなの演技じゃ無理だ。無理です ね、 ね、あの間は無理でしょう。何の台本もなく何のリハもなく、そうそう、ぶっつけ本番ですから、そうそう、ああなっちゃうわけですよ。だから面白いね。そうですよ。ずっと俺と桜井は昔から言ってたもんね。言ってたんだよ。まだあの YouTube も TikTok もない時代に、一日これ回したら一日中あいつの後ろについてけって誰かが。そうそうそう、絶対5分ぐらい、5分おきぐらいにいろんなことあるから。そうそう、1時間で何回笑えるって、ね、何回笑えるって言ってたんだよ、本当に。そしたらこういう時代になったからね。なったんで、今スマホで撮れるでしょ。撮れるしね、画像もいいでしょ、画質がいいからね。だからね、あいつ一日回しただけでも面白いですけど ね、 ね、 ね、この間のね、あの音楽の日とかミュージックデーに出たじゃない、うん、出ましたね。それで音楽の日の方のね、アーティストアンケートで1位になったんですね、はい、ある日。惜しいですね。よかったと思うアーティスト。あ、だってただ出て歌っただけですよ。そうだよ、何にもインタビューとか、コビも何も売ってないんですよ。コビも売ってないし、ギターも売ってない、何も売ってないですよ。ただね、弾いて黙々と歌っただけですよね。そうなんですよ。 TC さん、音楽の日2024で良かったと思うアーティストというアンケートで、うん、得票総数 13,954 票中2384票を獲得したアルフィーが堂々1位でした。うわー、本当。ちなみに第2位は1976票のナンバーアイ、ナンバーアイでした。ナンバーアイナンバーにアイってスノーマンやストーンズなど、今と俺必ずシックストーンズって言っちゃうんだよ。言っちゃうよ ね、 ね。だってストーンズったら俺たちローリングストーンズだもんね。しかもこの表記だとシックストーンズだもんね。んだよね。でもそれを読まなきゃいけないんですよね、うん、今をときめくアイドルたちが名を連ねてる中での1位、本当にすごいです。ありがとうございます。あれ、これは僕らの力じゃないですか。力じゃないです。みんなが投票してくれたんですから。そういうことですよ。ありがとう。ありがとう。組織票じゃないですよ。組織ないですからね。組織はないです。そういう組織は、ね、そうで入れてねってもあんま言ってない。言ってない、ね、だから言ったじゃない、こびてないって。こびてない。何にもこびてなかったよ。そうそうそう、ありがたいですね、うん、アルフィーのファンの方々はさ、ベスト10の時もそうじゃん。そうだよね。いつもだからこう、なんて言うんだろう、何も言わない、何もないところから一人一人がそういう真心を出してくれると、うん、そうそう、投票が数が上がるっていうことですよね。こういうことだよ。気持ちをつかむ、ね。これは都知事選でも大事だったかもしれない。大事だったんですよ。大事だったんですよ。きっと、ね、でツアーの、ネタバレも来てんですけど、うん、まず桜井さんに質問です。結構やっぱ今日あるんでね。なんでシーリンさん、運命の轍、宿命の扉は、はい、ツアー後半からピックを使うようになった気がするんですが、あ、ツアー途中から弾き方を変えることはよくあることなんでしょうか。ありますね。あるんですか、はい、春ツアーはピック弾きが多くて大変目福でした、うんうん、ピックあれ多分あの構想だと思います。ああ、そういうこと。あの高見さんが長い間ずっと長いでしょあれ、はいはい、何回やるんだって言いながら、うん、だんだん指が疲れてきちゃったんで、あ
でピックにした方が、うん、あのエッジという輪郭が出るんで、うん、それで変えました途中から。あ、ゴリゴリに最初の頃は指だけでやってたんですけど。結構ねそういうの多いんですよ。多いですか。25歳村井、秋ツアー、昨年の秋ツアーから、はい、半音下げチューニングのベースがナビゲーターからフェンダージャズベイに変わりましたが、何か理由があるんでしょうか。あーよくわかってるね。このジャズベイはまた以前から所有されてる66年生であってますか。そうです、66年生。こいつ詳しいんですよ。詳しいね。25歳村井、14歳の時からメール来てます、ね、ESP の、うん、あのジャズベースのナビゲーター、ナビゲーターのあれはすごくネックと、うん、あのボディのジョイントが良くて、うん、音も良かったんですよ。それからあのなんとピッチもちゃんとしてるし、うん、それでずっとフェンダーじゃなくて使ってたんですけど、うん、あのちょっと出してみたら、うん、あこんなの持ってたんだな俺とか言いながら、うんうん、それでちょっと変えてみたんですよ、うん、やっぱりフェンダーの音になるじゃないですかそれは。あなるジャズベンね、うん、でもあれあんまりあの自分の持ってる中で一番、うん、下のやつなんですよ。音が66年。あそうなんだ。そうだからいいや、ツボ持ってこうと思って。あなるほど、うん、いいのはやっぱレコーディングに撮っとかないとね。あそれはもう絶対あの持ち出さないですから、ね、スタジオしか行かないようになってますから。なめり川さんは、桜井さんはジャズベの印象だったんですが、はい、ファイナルウォーズでは赤い ESP、 スウェット&ティアーズではプレベをお使いでしたが、何か理由などありますか。ですねそれはあのプレもともとは僕はプレベだったんですよ一番最初はね。ジョン・ディーコンですね。ジョン・ディーコンでしたからね、うん、憧れが、うん、でやっぱりあのハードロック用の音なんですよ、うん、ずぶといんですよねプレベが、うんはい、だからスウェット&ティアーズなんかはちょうどちょっとロックっぽくなるかなもっとと思って、うん、今は一番最初に買った時のジャズ、うん、あプレベを、なるほど、あれナチュラルになってますけどあれ本当は普通のあのサンバストだったんですけど、あれ全部自分でペーパーで撮ったんですもう豆でしょ自分で撮ったで最初のうちちょこっとだけ撮っちゃったら、うん、これじゃまずいなと思って全部撮ったんですけど、結構時間かかったですよ。ピックガードの下は残ってるんです、うん、あと裏側も全部残ってるんで、ね、あれ大変だよやっぱり剥がす、ね、でその後自分で、うんスプレーで15回ぐらい薄いのを何回も何回も塗り重ねて。偉いね。ギター屋になれるね。なれない。なれないかね。だって俺1本しか持ってなかったから必死だったんだよ。その時な。あの時は。でも最初でもよく見てるね。よく見てる。そういう人多いっすよでも。怖いね。トトさん、クラッシュの時、はい、以前は指弾きだった時よくしてですが、今回はピックで弾いてらっしゃいましたか。あの指弾きの時は音数が少なかったんですよ。うん。低域をもっと出そうと思ってて、うん、でもなんかあのやってるうちに、うん、もうちょっとものすごい細かいフレーズで、うん、チャンプとかみたいな、うん、そういうのね、うん、ピックのじゃないとできないフレーズを細かいフレーズを弾けたんで、どうせちゃんと出てないから聞こえないだろうなと思ってやってたら出てるんですよ。出てるよちゃんと出て。和久間さん、まあ、一応意味を持ちながらはやってるんですけどね、ピックの方がゴリゴリなんかね、エッジが効くっていうね、はい、めったにメディアに登場しない桜井さんがゲストなんて当然嬉しいです。私は桜井さんのまっすぐで聞き取りやすく丁寧な歌い方が大好きです。あ、ありがとうございます。喉、声帯の筋トレとかストレッチとか発声練習みたいなことをやってんですか。前にラジオでボイストレーニングとか吸入とか特別なことはしてないとおっしゃってましたが、50年間もプロとして素晴らしい歌声を維持するために何かやってるんですか。僕は代わりに答えますが、やってませんそう、コロナ で2年間あのコンサートできませんでしたよね、うん、まあ、あの無観客ってのありましたけど、 ありましたよね、あの時だけですか歌ったのはあコロナ禍ずっと声出してませんもん、あんまり、ね、年に 2,3 回ですか。だからもう鼻歌も出なかったですからねあの頃は。鼻歌も出ないのに。だから高見里沢子に言われたんだよね、お前何にもしてないのになんでいきなり声が出るんだ、だから天才だって言ったんですよね。そうだよ、桜井さん天才ですから、何にも声出してないのにコンサートでちゃんと出るんですから、そんな人いないですよなかなか、ね、じゃあこれは、40周年の時だ、10年前ですね、10年前のスペシャルコンサート武道館からですね、ええ、ああこれやるんですか。あやこれ長いですよ、7分弱ですよ。そんなにみんなダイヤル変えないでいますかね。変えないでくださいって言って、言っとく、先に言っときましょう。この後もまだあります。絶対変えないでね、変えないでね、最後まで聞いてね、聞いてね、はい。それじゃあ、そのアルフィーの武道館ライブから、はい、これはクロスビー・スティルス・ナッシュの、カバーです、青い目のジュディ。